はい、皆さんこんにちは、コンさんです。今日もね、一緒にやっていきましょう。初心者でも絶対大丈夫なエクササイズ紹介していきたいと思います。とっても簡単なので一緒にやっていきましょう。まずは膝を左右に、じゃない、はい、早速私が間違えましたが、左右をですね、膝を開いたり閉じたりしていきたいと思います。はい、私コンさんと申しまして、10年以上パーソナルトレーナーとして活動しております。このチャンネルでは簡単な家でも継続できるですね、運動を紹介しておりますので、ぜひ一緒に運動習慣作っていきましょう。さあ、このエクササイズですね、というか全てのエクササイズ、呼吸がとにかく止まりやすいですので、呼吸だけね、はーっと優しい呼吸、温かい呼吸を意識してみてください。はい、あと3秒です。はい、 OK です。お疲れ様です。では次は足を揃えた状態で膝をワッタンバンタンとね、左右に倒していきましょう。ゆっくりと倒すことで、お腹周りもね、意識しやすいかなというふうに思います。はい、さあ皆さん、こんな軽い運動ですけれども、やっぱりこう運動の強度っていうのもすごい大事で、何に大事かというと、継続できるかどうか、これにね、大事なんですよね。ダイエットというの一番大事なのって、やっぱ続かないことじゃないですか。で、続けないとやっぱ体って変わってこないので、だからこそ続けられることを続けるっていうのはね、めちゃくちゃシンプルだけど大切なことです。だからご自身の体力とか筋力に合わせた運動レベルっていうのは大事で、だからこそこれはね、きっかけとしてすごく初歩的な運動ですけれども、続けやすいっていう意味ではすごくね、いいかなというふうに思います。はい、次ですね、次は膝を左右交互に胸に引きつけていきたいと思います。ここでね、ちょっと驚愕の事実皆さんにお伝えしますね。何かっていうと、現代人はね、半分以上が運動ゼロなんです。運動習慣がゼロなんです。運動習慣ゼロということはですね、こういう超簡単な運動ですら、言ったら筋肉痛になる方も最初はいらっしゃるんですよね。それぐらい体っていうのは、要はなまってるんですよ。なまってるので、だからいきなりね、ダイエットの運動ってなんかめっちゃスクワットとかランニングとかジムで筋トレとかしなくちゃいけないんですよねっていう思う方もいるかもしれませんが、それはね、もうちょい後の話なんですね。まずはこういう風にして動きのベース、筋力のベース、体力のベースをしっかり作る運動っていうのがめっちゃ大事です。はい、お疲れ様です。最初ね、膝パタパタと横に倒しましたよね。それを足を上げた状態で行っていきましょう。膝をだいたい90度に上げていただきまして、それを左右に振っていきましょう。いけるだけね、地面ギリギリまで近づけていいんですけれども、そうなるとね、上半身もグーって持ってかれちゃうので、それこんな感じで注意してください。上半身が持ってかれない程度にゆっくりやってくださいね。はい、で運動の続きですけれども、だからこそまずベースを作るためのこういう簡単な運動で、どんどん楽になってきたら、私よりねちょっときついチャンネルとか見たりとか、ジムにね行って思い切ってちょっとこう筋トレ系のレッスンに出てみたりとか、そういった風にね、皆さんレベルアップぜひしてみてください。まあ本当ね、ぜひコメント欄いろいろ見てみると分かるんですけれども、これぐらいの運動でもちゃんとね、こう効果出てる方たくさんいらっしゃいますので、まずはこう続けてみるってことね、意識してみてください。さあ、ではですね、次あぐらかくように足首のあたりクロスしていただきまして、で膝をグッと胸の方に引きつけていきましょう。その時にお腹をへこませた状態にねしていただけると、かなりお腹おへそを使う感じが分かるかな、なんていうふうに思っております。はい、頑張りましょう。さあ、あと20秒ね、20秒。結構ね、これはねきついんですわ。はい、意外ときついですけれども、お腹ぽっこり気になる方、これでしっかりとお腹へこませていきましょう。やっぱり気になる部位第1位だと思いますのでOK、 お疲れ様です。では一旦ね、またストレッチ入れたいと思います。足裏を優しく合わせた状態で、重力に任せて開くところまで膝を開いていきましょう。そこで呼吸をしていきます。このチャンネルでは湯船の呼吸、または味噌汁の呼吸と言っております。何かというとね、湯船に入った時のような、とか味噌汁をね一口目飲んだ時のように出る、あの呼吸です。はー、わかります？これこれがね、この呼吸めちゃくちゃストレッチには有効なので、これ意識してください。だからストレッチの呼吸の時はもう味噌汁飲むイメージ、あー、出汁がいい、あの感じです。あと10秒、皆さんやってください。ご自身ね、ご自身のペースで味噌汁の呼吸お願いします。はい、お疲れ様です。
さあでは膝パッカもやっていきたいと思います。足をだいたいね90度ぐらいからほんの少しね胸に引きつけた側に上げていただきまして、そこでね開いて閉じて開いて閉じてを繰り返していきましょう。でこのちゃんと引きつけておくと前ももを使わずにちゃんとこう内ももを使ってが分かりやすいと思います。それがねあんまりこう直角意識しすぎたりとかももの前をね、地面に近づけたりすると前ももが痛いっていう風になっちゃうので、この位置結構重要だったりします。で内ももは恥骨を通じて腹筋とつまりお腹ぽっこりと関係してますので、まあそういう間接的な意味も込めてねやっております。さあもうちょっと、はい、 OK です。お疲れ様です。で次はねこのように片膝持ってもう片方の足を、伸ばしていくエクササイズですね。ギリギリまでで戻す。この時にできる方はねおへそへこませるっていう意識ずーっと持ってください。おへそずっとへこませるよーっていうのを意識持って戻す。おへそずっとへこませるよーっていう感じ持って戻すっていうのをねやっていきたいと思います。はい、あと20秒ですね。あと20秒頑張って。ふう、これね結構地味なんですけどじんわりねお腹の奥分かりやすいあのエクササイズだったりするので続けてほしいなというふうに思います。うん、意外といいエクササイズですよこれ。はい、 OK、 お疲れ様です。では反対も同じように行っていくのでご準備の方をお願いします。うん、やっぱりね結構このお腹ぽっこり、はい、気になる方多いと思います。でお腹ぽっこり気になる方はね、その表面的なもちろん体脂肪っていう部分もあるんですけれども、これでねお腹へこませるっていうのはちょっと中のことをやってるんですよね。で中の部分がしっかりと使えるようになると、あの内臓のね重みでポコッと出るような、お腹ぽっこりは防ぐことができるんです。だから中の帯をキュッと締めるようなイメージです。だからそうなってくるとそれだけでお腹結構すっきりしたりするので、その感覚を養うエクササイズとしてもすごく優秀かなというふうに思っているのでね、ぜひ家でやる簡単なエクササイズの一つとして、覚えておいてください。お疲れ様です。では今使ったお腹、うつ伏せになって反ってエクササイズじゃないストレッチで味噌汁の呼吸、湯船の呼吸で皆さんよろしくお願いします。でこれでちょっと腰が辛い方はですね、手でグーではなく肘で体を持ち上げる感じでやってみてほしいなというふうに思います。無理せずどちらでも OK なのでぜひねやってください。で鎖骨を上にグーッとね引っ張るイメージ、うん、でいいかなと思います。あと20秒ほど湯船の呼吸、そして、味噌汁の呼吸、皆さんしっかりとやりましょう。はぁーって感じです。あと10秒あと10秒。最後。はい、OK です。お疲れ様です。はい、ではそのままうつ伏せになっていただきまして、足の裏をね、軽く合わせた状態ですね。はい、その状態で後ろ返る足ですね。その状態でぐーっとね、足を持ち上げてるんですね。これ結構辛い。お尻から、裏もものあたりですね。で、これ上半身起こしすぎるとお尻じゃなく腰を使う感じが強くなっちゃうので、そこを注意しましょう。このね、お尻と裏もも、寝ながらのエクササイズでは結構ここをいかに鍛えるかが、ダイエットの要になってきたりします。やはり大きい筋肉なので、スクワットとかランジのね、寝た時の種目に変わるものなのでね、しっかりとここは鍛えていきたいところです。はーい、OK です。お疲れ様です。さあ、ではね、ちょっと頑張りましょうね、皆さん。中盤戦の頑張りどころ、腕立てです。腕立て。いける方はね、膝ついたところまでかな。このように、骨盤のあたりが初心者用です。骨盤のあたりまでつくのが初心者用。いける方はこんな感じで膝まで頑張ってください。で、もちろんもっといける上級者の方は普通の腕立てをお願いします。なので、ご自身の体力レベル、筋力レベルに合わせて、変えてみてください。これでもね、全然腕辛いと思います。特にこれ注意するのは降りるときです。降りるときもね、ゆっくりやってください。登ってくるときというか、上げるときぐらいゆっくり下ろしてください。そうすることで、最後までね、腕に刺激が加わりますから、おすすめでございます。はい、皆さんあと3秒頑張れ。
オッケー、お疲れ様です。はい、頑張りました。ふー、はい、ということでね、ちょっと休憩です。やったー、うつ伏せのまま休憩してまいりましょう。ふー、これでまあ中盤戦まで終わりました。ちょうど10分運動しました。もちろんね、ここで終えていただいても全然大丈夫です。はい。なのでね、継続のコツは無理しないことなので、無理しないっていうね、定義、例えば回数でもいいですし、あとはこういう時間、私10分無理だなって人は5分でもいい、3分でもいいしね、1分でも OK です。だし、あとは頻度、例えば1週間毎日じゃなく、3日間だけにしようとかね、奇数日だけにしようとか、そういった風な、方法でも OK ですので、ぜひいろんな感じでね、ご自身が継続しやすいの、なんだろうなっていうのを考えてみてください。はい。で、そこ、ちょっとね、後半戦、腹筋、頑張りますよ。仰向けになっていただきまして、で、ぐーっとね、持ち上げていきます。で、目標は手で、膝タッチかな。うん。膝タッチまでいければ OK って感じです。で、スマホ持ってやる方はこんな感じです。スマホ持ってやるとこんな感じ。うん。ちょうどね、だからスマホの画面を見に行くぞーって感じで、起き上がってください。で、これで首が辛い方は片手でスマホを持って、もう片方の手で、頭支えて、しっかりと腕でね、首を持ち上げるってことをやっていきましょう。はい、あと10秒です。あと10秒。さあ、もうちょっと。はい、OK です。お疲れ様です。はい、今使ったお腹の部分、ちょっとね、ほぐして、ストレッチかけていきましょう。うつ伏せになっていただいたら、はい、今度は肘でも、これがこの辛い人バージョンですね。肘、大丈夫な方は手で体を持ち上げて、もう一度こう鎖骨をぐーっと上に上げるようなイメージ持ってください。これでね、しっかりとお腹の部分伸ばしていきます。普段の生活って実はこの逆なんですよね。こう丸まる方で固まることが多いので、この反るってことをね、意識的にちょっとストレッチとして取り入れていただくと結構気持ちよくて、伸び伸びして体シャキッとすると思います。あと、お腹のね、こう膜も伸びやすいので、これだけでお腹すっきりする方も中にはいると思います。はい、 OK です。では背筋いきます。背筋です。手は耳の横、そして、足と、手同時に地面から上げていきましょう。ちょうどね、ウルトラマンシュワーみたいな感じですね。はい。で、これもね、反るのが苦手な方とか背筋系苦手な方は、いや1ミリも上がりませんっていう風にね、おっしゃる方もいます。そういう方はね、上げようとする、それで背筋使いますから、それで全然 OK です。で、あとは、これ息止めすぎて、ちょっとこう、頭がね、痛くなる。ちょっと酸欠気味になってね、っていう方もいらっしゃいます。そういう方は休憩しながらやってください。とにかくこう、ご自身の体調とか、そういったことを優先して、安全に行っていきましょう。あと5秒ね。あと5秒。さあ、もちろんです。はい、OK です。お疲れ様です。では、あとですね、もうちょい頑張りましょう。次は、お尻から裏もも、そして腰のあたりで、あとはそのエクササイズと兼ねて、前もも、そして、鼠径部のあたりのストレッチですね。あとはねじりのストレッチ、いろんな動きが混ざっております。で、これも空間でね、ご自身の今やってる空間でできる幅っていうのが変わってきます。すぐそこに壁がありますって方は、壁にタッチするまででもいいですし、あとは膝を曲げる角度、これを変えていただいて調整の方をお願いします。やっぱりね、空間もここ個々人で違いますので、そこもね、ぜひご自身のライフスタイルに合わせて調整の方はお願いします。はい、あと5秒。もうちょい、もうちょい、やろうやろう。やった、お疲れ様です。では最後、また皆さん最高のですね、湯船の呼吸、味噌汁の呼吸、よろしくお願いします。最後、深呼吸で終わっていきましょう。うつ伏せちょっときついわって方は、最後なんで仰向けでも OK でございます。ここまで本当にお疲れ様でした。このチャンネルではね、本当に習慣ということがキーワードテーマになってきます。運動をね、習慣にしたいな、ダイエットいい習慣で過ごしていきたいなっていう方にすごくおすすめです。で、この習慣をですね、体系的に学べる講座というのも、ご用意しております。これは概要欄にあるメルマガのね、URL から見れますので、ぜひそちらの講座でもお待ちしております。
はい、ということでね、また次の動画は皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、また一緒に頑張りましょう。さようなら。